岡山市北区の宝冠町商店街にあるカレー専門店宝冠町にごろカリーです。ガレージみたいでおしゃれな感じだね。お家のような雰囲気で、あ、すごい、なんかちょっとユニークな幻想的な感じですよ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか素敵なお衣装ですね。やっぱりカレー作るからですか？暑いんで。あ、暑いからか。夏向けの夏向けの感じです。え、カレーを作られてるのが、私はここの、はい、借り主ですね。借り主、はい、場所の場所の借り主です。何をされてるんですか？私はここでいろんなパフォーマンスのブッキングとか、はい、なんかそういうのをやってますね。まあ、自分は一人芝居をやっているので。青木さんは音楽や芝居などの企画運営のほか、俳優、声優、MC などとしても活動しています。どんなことするんですか、一人芝居って？例えば、そうですね、即興でお題をいただいて、はい、それを擬人化させて一幕やったりとか。じゃあちょっとお願いしてもいいですか？いきなり来ますか？カレーでお願いします。結構シニカルな感じですけど、放送に耐えられますか？大丈夫だと思います。カレーでお願いします。本当にやるんですね。いやいや、お願いします。すいません、無茶ぶり。じゃあ、カレーを擬人化して喋らせてみたいと思います。カレーの脇。おー、すごい、始まった。さ、カレーって一口で言うけど、何がカレーか分かって言ってる？ルーがあるやつもあるし、ルーがないやつもあるし、レトルトのやつもあるし、お母さんが作ったカレーみたいなやつもカレーだし。いや、カレーなんて無茶ぶりでしょ。即興でこんなに演じ続けられるなんてすごいですよね。爽やかなスパイスがパーンと効いてさ、食べるとパッと花が咲くような、そういうカレーが食べたいとか言ってくれたら紹介したいお店があるんだけど、いかがでしょうか？すごい、待って、カレーに見えました。青木さんが今カレーに見えました。あれ、カレー屋さんじゃないみたい。そうですね。青木さん、カレー作ってるのはどなたが？カレーを作ってるのは、はい、料理研究家で出張料理人の平岡圭介という若者が。青木さんから出張料理人って聞いたんですけど、出張料理人って何ですか？ホームパーティーとかに、まあ、呼ばれてお伺いして、そちらで料理を作ったりとか、はい、あとは、イベントに出店して、そのイベントで料理を提供したりとか。当初こちらはパフォーマンススペースとしてオープンしましたが、コロナの影響で公演は中止。出張料理人の平岡さんもイベントやホームパーティーなどの仕事がキャンセルとなり、2人で5月にお店をオープンしたんだそうです。はい、すごい、お待たせしました。ありがとうございます。すごい華やか、上にたくさんトッピング乗ってますね、はい、こちらは何カレーですか？こちらはあいがけカレー。岡山県産の野菜とおよそ10種類のスパイスを使った2種類の味が楽しめるあいがけカレーです。キニラの方からいきますね、はい、ちょっとこう、ひき肉も入って、キニラがいっぱい入ってますよ。いただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃキニラです。キニラ甘い。キニラの甘さがスパイシーさをめちゃくちゃ引き立てますね。あと、こう結構キニラの食感がまだルーの中で生きてるので、シャキシャキして美味しいですね、はい、うん、牛窓のマッシュルームカレーもいただきますね、はい、マッシュルームがゴロゴロと入ってますよ。うんうんうん、こっちは最初ちょっと甘みが来るのかなと思ったら、後からピリ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 きて、でマッシュルームのこの芳醇な香り合いますね。ちょっとこっち辛めですね、こっちの方が。そうですね、こっちの方が生姜をちょっと効かしてるので、ご飯は15穀米を使用。それぞれの野菜に味付けすることで、最後まで飽きることなく味の変化が楽しめるんですよ。すごく手間がかかってるんだね。元気になりますね、スパイスの力で、はい、元気になりました。私、上がってきました。免疫力上がってきました。いや、すごい。これからもやっぱ続けていきたいなという気持ちはあるんですか？そうですね、まあ、今後コロナでどうなるかは分からないですけど、まあ、一応続けていきます。もう出張じゃなくなりますね、そしたら。そうですね、常駐しちゃう。常駐してください。また来たいです。はい、
出張の依頼があったらどうするの？現在は並行する形でお店をしているので、出張の仕事があるときはお休みなんだそうです。